来へんから心配したんよ。狙っている？噂が噂を呼んでどんどん膨れ上がっとるよ。言葉は気ぃつけ。でも安心し、効果を作ってほしくて来たんやろ。どんなものがええ？いっぱい若いのに意外と欲張りやね。まさかセッター、この伝統は忘れ。とにかく恋はしたもの勝ち。はいはい、ほな作ります。その代わり助手をお願い。高校を使っとる間はうちだけ見なさいよ。さて、どこで高校を作ればええかしら。どこやそれ。何だ高校を作っ、そうやね、この近くやったら万民堂の木。師匠に言っといたわ。責任の助手としての責任。うちが準備しとる間にまずは。貯金した方がいいだろうか。万民堂の料理を食べにいらっしゃい。この時の火加減が火加減のコントロール。芸商花の水分よし、無事にさ。あんたって心の思いのまま努力できる人なんやね。貴重やわ。あら、うちが想像よりええ人やね。さて、それぞれの高校について紹介し、けしからん。一つ目はな、甘くて夢にあふれた感じ、若い女の子が好きな香りやね。二つ目は高貴なイメージがあって、お金持ちのお嬢さんが気に入ってくれるはず。最後のは優しい香りやけど長持ち、ほんのりスモーキーさを感じさせる大人の女性に受けがえ。ちゃんと覚えとう。間違ったら大変やよ。やらしい。うちに手伝ってほしい。ほんなら最後にある言葉をあんたにプレゼントするわ。三股するんやったら、まずどこから着手すべきか
よく考えなさいよ。時間あったらまた竣工用においでな。これで三種類の高校が手に入ったし、早く。勝利。勝利。ああ。来たか。そんなには待ってない。心臓に刻まれた岩王帝君の守衛と比べれば人と彫像。それもそうか。どう、三つともご苦労だった。順番に捧げてみよう。一つ目は甘くて夢にあふれた感じ。若い女の子が好きな香りだってウグイスが言ってたな。二つ目は高貴なイメージ。お金持ちのお嬢さんのお気に入りだって。三つ目は優しい香りだけど長持ち、ほんのり、なんとかかんとか大人の女性に受けがいい。あれ、今のって。あれって大人の、まさか漢王帝君って本当？そうかも。岩王帝君の化身は数多く存在する。巨大な竜の姿しか見たことなくて。リーユエ七世が早くし。それは偉い奴らに任せておこう。俺たちは岩王帝君へ送る品の準備に集中するんだ。これでまた一つ準備が。次は俺の代わりに先人の先人の鈴を保管しているのは俺の友人でピンバーヤという人だ。おお。なあ、ちょっと事情があって。おお。
ないと蜘蛛の巣だらけでいかんの。子供たちやばあやの代わりに掃除してくれんか。Yeah.